パリオリンピック、五輪、フェンシング、一日、日本時間二日、女子フルーレ団体3位決定戦、グランパレ、写真、銅メダルを獲得し、泣き崩れる日本女子アズマセラ、24位イコール共同カイテック、上野優香、22イコールエアウォーター、宮脇佳林、27イコール三菱電機、と、決勝でリザーブから昇格した菊池小牧、27イコールセガサミーホールディングス、 による日本がフェンシング女子に今まで一つもなかったメダルをもたらした。世界ランキング4位の日本は、祝願を成就すべく3位決定戦で同6位のカナダと対戦。33対32で総力戦で競り勝った。テレビ中継の解説を務めた山口哲氏は、1ポイント差で逃げ切った瞬間に、容姿。と絶叫。その後は、めっちゃ怖かったんすよ。怖くて怖くて仕方なかった。 ヒャーと号泣、数秒間、テレビには山口氏のおえつだけが流れた。これには X、w ツイッター、も沸騰、可愛いさが過ぎる、面白い、こっちも泣けてきたよ、などと様々なコメントが並んだ。東京五輪で男子エペ団体金メダルを獲得した際には座っているけど立ちくらみがしてきましたとユニークな表現で話題となっていた。この日は、もう、椅子いらないですと、 セルフオマージュも披露していた。